ずっとバイオリンは演奏していきたいと思ってましたし、ただやっぱりいつかはそのライブとかコンサートとかやろうと思ってて、やっぱりなんか制作の仕事とかレコーディングの仕事とかをやっているとどんどん、まあ年を取ってしまっていつの間にか、まあこのままじゃまずいんじゃないかなと思うようになったっていうのがまず一つ一番大きいですね。だからやっぱりやりたいことをやりたいな、でその準備完璧に整ってからって思ってたらいつまで経ってもできないんじゃないかなと。じゃあとりあえず活動を始めよう、自分の一生ですからね、その一生の中でその演奏活動をしていくっていうこと、やっぱりすごくやっぱり強い思いではありますね。